それでは、リラクセーション瞑想を行います。心と体の緊張がほぐれて、体全体がポカポカ暖かくなりますので、そのまま眠ってしまっても大丈夫な場所で行ってください。楽な姿勢で椅子に座るか、床やベッドに横になったら、軽く目を閉じて、私の声に耳を傾けてください。まず最初に深い呼吸を行います。鼻から深く息を吸って少し止めてから、ろうそくの炎を吹き消すような感じで口をすぼめてゆっくりと吐いてください。ゆっくり鼻から吸ってお腹が膨らむのを感じて、少し止めてお腹がだんだんとへこむのを感じながら口からゆっくりと吐き出します。ゆっくり吸って止めて、ゆっくり吐いて、息を吐きながら全身の力が抜けていくのを感じてください。ゆっくり吸ってゆっくり吐いて、吸って吐いて、この深い呼吸を続けながら両足に意識を向けてください。息を吐くときに両足の緊張が呼吸と一緒に抜けていくのを感じましょう。足の指、足の甲、足の裏、くるぶし、足首、ふくらはぎ、息を吐きながらふくらはぎの筋肉が柔らかく緩んでいくのを感じてください。次に膝、ももの筋肉、お尻の筋肉、足全体の筋肉が柔らかく緩んで、血液の流れが良くなり、足の先までポカポカと暖かくなっていきます。深い呼吸を続けながらお腹のあたりを意識してください。お腹の筋肉はどれぐらいリラックスできていますか？吐く息と一緒にお腹の筋肉の緊張が解けて、お腹全体が柔らかく綿のようにふわふわになるのをイメージしましょう。お腹の筋肉の緊張が解けて柔らかくなると、お腹のスペースに収まっている
内臓の血液の流れも良くなり、本来の健康なリズムを取り戻します。次に胸のあたりに意識を移してください。深く呼吸をするたびに、新鮮な空気とエネルギーが肺に運ばれ、心臓がゆったりと鼓動しています。心臓の鼓動を感じながら、毎日休まずに働いてくれている心臓に、ありがとうと感謝の思いを送りましょう。呼吸のリズムと心臓の鼓動のリズムが調和して、内臓すべてがそのリズムに合わせて動いています。そのリズムを感じてください。深い呼吸を続けながら、今度は首、両肩、両腕の緊張が吐く息と一緒に吐き出され、どんどんリラックスしていきます。重たい頭を支えてくれている首の筋肉、その緊張を緩めましょう。温泉やお風呂にどっぷりと浸かって、首も肩も温まり、リラックスして、ああ、いい気持ち、と感じている時の感覚を思い出してみましょう。首も肩も温まって、筋肉が柔らかく緩んでいきます。そしてそのリラックスした心地よい感覚が肩から肘へ、肘から手首へと広がり、手のひら、指の一一本一本の筋肉の緊張が緩んで、首から指先までとってもリラックスした心地よい感覚に包まれます。このリラックスした感覚は、今度は首の後ろの方から背中の方へと広がり、肩甲骨のあたりの筋肉、腰の筋肉もほぐれ、背中全体が心地よく緩んでいくのを感じてください。次に意識を頭に向けてください。頭とおでこの筋肉もほぐれて、心もゆったりと気持ちよくなります。頭の中の脳もくつろぎと癒しのモードに入り、この心地よい感覚で満たされています。
その気持ちよいゆったりとした感覚が眉毛のあたり、目の周りの筋肉、目の奥の方にも広がり、眼球の緊張も解け、柔らかくなるのを感じてください。そして、頬、顎、唇、口の周り、口の奥の方も息を吐くたびにだんだんと緩んでいきます。このゆったりと緩んだ感覚は喉、耳、頭の後ろへと広がっていき、頭のてっぺんから足のつま先まで体全体が気持ちよくリラックスしています。この心地よい感覚を感じながら、呼吸を普通よりも少し深いぐらいの自然な楽な呼吸に戻してください。柔らかな暖かい春の太陽の光に体全体が包まれているようで、頭のてっぺんから足の先までがポカポカと暖かく、心は穏やかでとってもいい気持ちです。全身が柔らかな暖かい光に包まれて軽くなり、体の存在さえも忘れるほどリラックスしています。そして心は穏やかでとっても心地よくいい気持ちです。この温かくて幸せな感覚を体のすべての細胞で感じてください。しばらくすると私の音声ガイドは終わりますが、私の声が聞こえなくなった後もこのままリラクセーションを続けてくださって結構です。ゆったりとした時間の流れの中で温かな光に包まれている、満たされた幸せな感覚を十分感じたら、静かに目を開けてゆっくりと意識を体に戻し、心も体もリフレッシュした状態でまた日常の生活にお戻りください。